そうですね、その僕結構顔が、まあ、怖いだとか、まあ、そういうふうに言われるんですけど、まあ、実際そんなに顔ほど、まあ、中身はそんなに怖くないよと。むしろ結構デリケートな方なんですっていうのを多分変えたなと思うんですけど、うん、笑顔が素敵だと。まあ、そうだとは分かんないですけど、ね、まあ気に入ってる気に入ってないで言ったら、うん、まあ、気に入ってるかもしれません、はい、やっぱいろんな方にどういう意味って聞かれるんで、うん、まあ、話の、まあ、糸口になりますし、僕的には、うん、まあ、美味しいなと思ってます、うんうん、ポジション的に、まあ、ミスをしちゃいけないポジションなんで、やっぱそのメインはやっぱりそのサイドのアタッカーだとか外国人選手ってなっちゃうんで、真ん中のミドルブロッカーが変なミスをしてしまうと、どうしてもその流れが切れちゃう。だからそのミスに対してはやっぱちょっと他のポジションよりも、うん、まあ、ちょっと繊細になるかもしれないですね。なるほど。やっぱそうですね、その周りの、まあ、自分を支えてくださってる人たちに、まあ、感謝ですね、やっぱり、うん、感謝、はい、うん、やっぱりその自分が、まあ、一人じゃないんだなっていうのはやっぱ、うん、実感させてくれば周りの方々なんで、まあ、そういった中でやっぱり、まあ、自分のためだけに、まあ、バレーボールをやるんじゃなくて、うん、まあ、そういう方々のためにっていうのは強く思います、ね、そうですね、まあ、なせばなるほど、僕がずっと思ってる言葉、まあ、大事にしてる言葉なんですけど、まあ、なせばなる、なさなければ何もならないっていうのか、うんうんうん、やってればそれを見て、うんうん、まあ、もちろん周りも引き上げてくれますし、うん、まあ、やってればその自分で、まあ、そういうふうにいろんなことに気づけるか、まあ、僕はあんま性格は良くないと思いますね、正直。ご自身で、はい、そんなこと言われたら性格は良くないですね。で、まあ、傾向としては、まあ、綺麗好きですかね、はい、掃除は趣味でするのが好きです、ね、僕は掃除の意欲を発揮するのはやっぱ自分の身の回りだけですね。自分の部屋はとにかく綺麗にしたいと、生活するとこは綺麗にしたいですね。ああ、なるほど。特に和菓子が好きですね。和菓子、はい、あんこがとにかく好きで、銀つばとか好きですね。洋館とか、はい、また渋いですね。そうです、おばあちゃん子だった。今はないですね。今ないですか、はい、特に笑顔は素敵な人がいいですね。ないですねないんですよ。だからその隣の金子選手とかが喜んだりして僕のブロックポイント持っていたりするそれがちょっと最近の悩みですね。ブロックしても周りが喜んでポイントを持っていかれるっていう